生命の宝庫と呼ばれる中米の国コスタリカ。貴重な動植物の宝庫として世界中に知られ、国土面積の4分の1が国立公園や自然保護区に指定されています。九州と四国を合わせたくらいの国土面積にもかかわらず、地球上の全動植物の 5% が生息していると言われています。 5% と聞くと多くは感じられないのかもしれませんが、世界の陸地のわずか 0.03% にしか過ぎない コスタリカの国土面積を考えると、その凄さに気づかされることでしょう。国と国民が一体になってこのかけがえのない自然を守ってきたコスタリカは、環境保護の先進国、環境を守りながら観光にも力を入れ、エコツアーの分野でも最先端を行っています。コスタリカの首都サンホセから90キロのところにある熱帯雲霧林サンヘラルドデドータ、バードウォッチングのメッカとして知られています。そこにやってくる観光客のお目当てはケツァールと呼ばれる世界で最も美しい鳥です。標高1500メートル以上の雲霧林にのみ生息します。和名飾りキヌバネ鳥、とりわけオスは尾っぽのような長い2本の飾り羽を持っていて、この飾り羽が空を飛ぶときに天女の羽衣のごとく優雅に舞います。さらにその美しさのポイントは鮮やかな色、真っ赤な腹部、頭から羽先はビビッドな青緑、霧の多い熱帯雲霧林の中で際立ちます。色はメスも同じですが、オスのような1メートルにも及ぶ長い羽はありませんので、やはり見つけたいのはオスでしょうか。長い羽はメスに見せつけるためのもの、すなわち長く鮮やかで美しい羽を持つオスがモテるのです。ケツァールの繁殖期は1月から3月なので、その少し前12月中頃から羽が伸び始めます。繁殖期が終わると羽は抜け落ちてしまうため、5月になると羽のないケツァールを見かけることになります。まさにモテるためだけの道具なのです。巣は立ち枯れた木などにある自然の穴を利用したり、キツツキなどが作った巣穴を再利用したりします。卵は一度に2個産み、オスメス共同で温め18日で孵化します。ヒナは3週間ほどで飛べるようになりますが、長い飾り羽が生えてくるのは3年経ってからです。生後3年で成人ということなのでしょう。好物は小さなアボガドという意味のアクアカディージョと呼ばれる実で、大きさは3センチほど、体長35センチほどのケツァールにとっては大きすぎる実ですが、丸ごと飲み込み、後で種だけを吐き出します。ケツァールはそれ以外に昆虫やトカゲなどの小さな生き物も食べて暮らしています。14世紀から16世紀中米に栄えたアステカ文明、その主要言語だったナワトル語で大きく輝いた尾羽という意味のケツァーリーからその名がついたと言われています。古代アステカではケツァールは農耕神ケツァルコトルの使いであり、ケツァールの羽を身につけることは最高位の聖職者と王だけに許された特権でした。コスタリカのお隣の国ガテマラでは国鳥に指定されているほか、通貨単位もケツァルが使用されています。ちなみに1ケツァル約15円ほどです。メキシコ南部からパナマにかけての中米山岳地帯の森林でのみ生息、なかなか見ることができず、その数も少ないために出会うと幸せになれると言われています。また自由を奪われると死ぬという伝説のため、自由の象徴とも、手塚治虫の漫画火の鳥の主人公でもある伝説の鳥のモデルとも、中国の伝説の鳥蘭とも、鳳凰のモデルとも言われています。鳳凰は日本の1万円紙幣に描かれている絵です。蘭は中国では善良な政治家が徳を持って世を治めた時にのみ姿を現すと言われ、今でもウェディングドレスの刺繍柄に用いられています。何はともあれ、世界一美しいケツァールは幸せを運んでくれる鳥なのです。しかし彼らは全分布域で絶滅の危機にさらされています。原因は捕らえられたり殺されたりするのもありますが、
最大の理由は熱帯林の減少です。彼らの住む場所がなくなってしまわないよう願うばかりです。首都サンホセから360キロ、オスティオナルは太平洋に面する海岸です。ここにはウミガメの一種、ヒメウミガメが産卵にやってきます。その数は多い時で数十万頭から数百万頭、一斉に砂浜に上陸してくるのです。このようなウミガメの集団産卵現象のことをアリバダと呼んでいます。アリバダとはスペイン語でアリバール、到着するという意味です。アメリカの生物学者がつけた名前ですが、世界的に使用されています。アリバダはコスタリカを含め世界で8カ所の海岸でしか確認されていません。アリバダは年に10回程度、特に下弦の月に合わせて起こります。また季節としては雨季、コスタリカの雨季は5月から11月なのですが、その真っ盛りの9月から11月に特に大規模なアリバダが起こります。ウミガメの産卵は1年中見られますが、その規模が違いますので、アリバダツアーは9月から11月の下弦の月、満月の1週間後ぐらいを目指して再行されています。通常アリバダは2日から3日続きますが、時には10日も続くこともあります。一般的にはこのように言われていますが、未だ未知数な自然現象、残念ながら条件を満たしても必ず遭遇するとは限りません。オスティオナル海岸には毎日1頭2頭のウミガメが産卵のために上陸しますが、アリバダの日は数十万頭から数百万頭が一気に、しかも7キロもある海岸のうち900メートルほどのエリアに集中してやってくるのです。時には足の踏み場もないほど、ウミガメ同士もぶつかり合いながら上陸してくるのです。なぜ世界で8カ所しかこのアリバダは起こらないのでしょうか。もちろんウミガメに聞くしかないところですが、オスティオナル海岸の場合はすぐ南に野沢川の河口があり、栄養分が豊富で産卵に来たウミガメの餌が豊富だということ。産卵した卵が波に流されてしまわないように砂浜が少し台地のように盛り上がっていること、市街地から離れていて観光地化されていないので静かであることや街灯がないこと、綺麗な海岸が守られていることなどが理由として考えられています。基本的に産卵は夜から深夜にかけて一斉に始まります。ウミガメは砂浜に上陸するとまず産卵する場所を探します。場所を決めると前ひれ後ろひれを大きく使って体が隠れるサイズの穴を掘ります。次に産卵のための穴を後ろひれを使って砂をかき出し作ります。ヒメウミガメの場合はこの穴の深さは40センチほど、そこに産卵し始めます。通常1回の産卵で産む卵は60個から120個ほど、個体によってその数は変わります。その形状は柔らかいピンポン玉といった感じです。産卵が済むと後ろひれを使って卵を埋めます。そしてその上に体を乗せ左右に揺れて固め、後ろひれ前ひれを使って産卵の場所をカモフラージュしていきます。産卵が終わるとウミガメは海に戻っていきます。産卵で体力を使ってしまったので少し進んでは休み、少し進んでは休み、張っていきます。しかしながら海に戻るとすぐに数十万頭ものオスが待ち構えているのだそう。生存競争、子孫を残すためにオスもメスも必死なのです。アリバダから45日から55日で子ガメが顔を出します。ゆっくり一匹一匹穴から脱出していきます。向こうでもその向こうでも子ガメの脱出劇が始まるのです。産卵、孵化条件が一緒なので一度にいくつもの穴から子ガメが出てくるのです。これこそがアリバダの最大の目的。卵や子ガメは天敵に狙われやすいのです。天敵であるクロコンドルや犬、タヌキなどは産卵しているそばから卵を食べてしまいます。子ガメは砂浜から海に戻るまでの間に狙われてしまうのです。成長できるのはたった 1% と言われている過酷な生存競争、その数が天敵を圧倒し
その身を守るためにアリバダは行われているのだとされています。アリバダを観測する際の注意点です。ウミガメは本来暗い海中で暮らしていますので、強い光は目に害となります。アリバダは日没から始まることが多く、ライトが必要だと思いますが、事前に赤いセロファンなどを用意しておきましょう。懐中電灯の光量を抑えるためです。またウミガメのお産を見学しているのだと考えてください。騒いだり近寄ったりはもってのほかですね。これ以外にもたくさんの面白い生き物が生息しています。その名の通り、真っ赤な目が特徴的な赤目アマガエル、カラフルな野鳥風琴鳥、世界で唯一の白いコウモリ、白ヘラコウモリ、頭に大きなトサカのあるグリーンバシリスク、ちょっとお茶目な顔をしたどんぐりキツツキ、くちばしが印象的なキバシミドリチュウハシ、ホバリングで空中に静止しながら花の蜜を吸うハチドリなどなど、日本ではなかなか出会えない生物を身近に見られるコスタリカ、未知の世界を体験できる国として、これからどんどん人気が出てくるのではないでしょうか。皆さんお疲れ様でした。それでは帰国しましょう。次のツアーもお楽しみに。それではまた。